モリッツ・フォルツは、ドイツ、ノルト・ベスト・ファーレン州、ジーゲン出身のサッカー選手。ポジションは右サイドバック。ロベルト・フュートと同じく、イングランドで実績を積み上げた右サイドバック。シャルケ・レイオンの下部組織を経て、アーセン・ベンゲルに見出され、1999年に、プレミアリーグ・アーセナル FC の下部組織に加入し、翌年には、トップチーム昇格を果たす。しかし、 昇格後は伸び悩み、公式戦は2試合の出場に終わった。ウィンブルドンでのプレーを経て、2003から04シーズンからフラム FC へ移籍。フラムで定位置を確保し、2006年12月30日には、チェルシー FC 戦で、プレミアリーグ1万5000点目のゴールを記録した。2007から08シーズンは、出場機会が減少し、2008から09シーズンは、 フットボールリーグチャンピオンシップ、イップスウィッチタウン FC へ、ローン移籍。2009年6月、フラムとの契約が満了し、2009から10シーズンは、フルスシャルケなどのトライアルに参加したが、契約には至らず、丸1年同人生活でシーズンを終えた。2010年6月15日、FC ザンクトパウリと2年契約を結んだ。同年11月5日のシャルケ戦で、 ウンデスリーがデビューを飾った。ドイツ代表としては U-21 代表を経て2004年には A 代表への招集歴はあるがキャップは刻んでいない。ありがとうございます。